テレサ・バーバラ・チェプラはポーランドの陸上競技選手。1964年東京オリンピックの金メダリストである。チェプラは1960年代前半を代表する女性スプリンターで1960年ローマオリンピックでは400メートルリレーに出場。バルバラ・ヤニシェフスカ、チェリーナ・イエショノフスカ、ハリナ・ゴレツカと共に45.0秒でアメリカ。 ドイツに次いで銅メダルを獲得。2年後の1962年にベオグラードで開催されたヨーロッパ選手権では80メートルハードルと400メートルリレーで金メダル。100メートルではイギリスのドロシーハイマン、西ドイツのユッタハイネに次いで銅メダルと活躍。そしてチェプラが最も活躍したのが1964年の東京オリンピックであった。 この大会、400メートルリレーでは、イレーナ・キルシェンステーン、ハリナ・ゴレツカ、エワ・クロブコフスカと共に出場し、43.6秒の世界新記録で金メダルを獲得。4年前の銅メダルを超える結果を残す。さらに80メートルハードルにも出場。金メダルを獲得したドイツのカリン・バルツァーと同タイムながら惜しくも銀メダルとなった。 ありがとうございます。